者やテロを水際で食い止めようと、宮崎海上保安部などの捜査機関が連携強化を図る目的の合同訓練が油津港で11月28日に実施されました。毎年実施する訓練には宮崎海上保安部や警察など8つの機関からおよそ70人が参加。訓練は入港した外国船から不審者が逃走したことを想定。岸壁を逃走する不審者がいるとの通報を受けた警察官が取り押さえました。銃刀法で現場対応、了解。逃走せよ、停止せよ。次に不審者が奪った船に対して海上保安部巡視船さつきが停泊命令を出し、海上保安官が不審者を確保しました。カバンは施錠され開封できないことから、細島税関支所所属の X 線検査車両で内容物の検査を実施します。税関が検査したところ、薬物と拳銃らしきものが検出。そして不審者の指紋が採取されブラックリストと判定。このほか負傷者の救護と搬送や船員調査など一連の流れを確認していました。いざ何かあったときにどこに何を依頼すればいいのか、お互い何ができるのかということが確認できましたので、非常に成果があったと思います。またこれからもいろんな形を変えて、マンデー化に陥ることなく実施していく必要があるとは考えております。油津港では不審船の事件やテロは一度も起きていませんが、宮崎海上保安部と各機関は今後も連携して不審者やテロ対策に努めることにしています。